どうも、ちゃん。まだ朝6時20分なんですけど、もう会社向かってます。で、理由として満員電車が嫌すぎるから。結構朝方なんで5時半ぐらいに目覚めるんですね、いつも。それを利用して満員電車から逃げてやろうってことで、満員電車になる前に通勤してやるっていう手段を思いつきまして、この速さなら多分満員電車な飲み込まれないと思うんで。だけどまあ早く着きすぎてクソ暇っていう説があるんですけど、まあそれはそれで仕方ない。満員電車から逃れるため、神です。いつも人で溢れ返ってクソ歩くの遅いやつらどもが、そういうこと言っちゃダメ、歩くのみんな遅すぎて、僕もまあ俺が歩くの早すぎるのかな、どっちか分かんないですけど、今日そういう歩く遅い人たちがいなくて、もうスラスラ行けちゃうっていう、もう神ですね。朝早いの、いつも出発する時間から2時間早いんですけど、それぐらいがちょうどいいかもしれない。ほぼ変わんねえっす。ほぼ変わんなかったです。まあ、ちょっと数人少ない、ちょっとだけいつもよりは余白があるかなぐらいで、余裕があるかなぐらいで、人めっちゃいすぎて全然座れなかったですし、前住んでたところみたいな、めちゃめちゃがら空きの京王線みたいなのを想像してたんですけど、全然そんなことなかったですね。マジ最悪ですね。